愛いよ、後で散歩しに来たらいい。うわ、おしゃれー、うん、コーヒーとかあるの見つけました。あーと、ホットはなかったかな。あ、かわいいね。うちは関係ないけど、で、渡ってわ、トイレ、さあ、かこっか。まあ、たまには何がたまにはこういうさものもいいじゃん。お昼、お昼から作るとたまにはってさ、いつもだってお昼作るじゃん。いつもスケロク食べてる。スケロク大好き、私たち。ダメな、あなたね。特に私。いただきます。同じ、美味しい。お椀忘れた。唐揚げうまっ。北海道のさ、ザンギの、ああ、うん、普通の唐揚げと違うんだね。うーん、ザンギってなんか先に肉をなんか染み、なんか漬け込んでるか染み込ましてんだよね、多分普通の唐揚げと。でもすごい独特な味がして美味しい。美味しくない？うん、美味しくない。美味しいよ。私の感動はないの。うん、え、マジ？私大好き。十分でしょ。あ、ビールちゃん欲しいな。いらないでしょ。なんつって。やっぱりチラシとかは美味しいよね。大好き俺。私自分だけだったらチラシなんか絶対食べないけど。チラシ？うん、全く買わない。あんちゃんダメよ。あんちゃん。
メ、ラーメン危ない危ない。だっておるもん。あ、ごめん。あんちゃん邪魔しないでよ。まあでも何もやらないからいいかって、うん。そうそうそう。うんね。あんちゃん危ないの。した方がいいかしら。した方がいい。なんかストレス。あんちゃん、あんちゃん、ダメでしょ、コンコンして。それ混ぜないでそのまま鮭入れるの。これそうだよ。え、タイトルうちにぐるぐるするんじゃない。マジ。そうだよ。あ、そう、そのまま。そうダメだって。あんた負けないね。もう何百回同じことしてきた。もうずっとよ、ずっと。はい、前回も、前回は、前々回、前回、あ、違う、前キャンプでやった時にバターを忘れた。あ、だから今日はリベンジ。ただの鮭ご飯になった、はい、いい匂いの。いいんじゃないご飯。あ、これぐらいだ。あ、ね、あ、いいじゃん、いいじゃん。美味しそう。美味しそうにできた。うん。ああ、いいね、いいね。ちゃんとバター効いてる？うん。美味しい。おお。今日は、今日まず今日のメニューは。え、しゃぶしゃぶ。おお。豚しゃぶですね、今日はね。豚しゃぶをするから、これやって。うん。あ、そうだね、その。スープ、しゃぶしゃぶスープ、だし、だし汁で、これをちょっと入れる。あ、いっぱい出ちゃった。で、これ適当に、はい、適当やね。うんで、ちょっとこれがしんなりしないと。本当はね、キャベツだけだったらすぐしんなりするから、すぐできる。先に火入れた方が良かったんじゃない。そうだね。そうだね。その通り。ほんで、これを、おお、いいね、いいね。あ、いいね、いいね、いいね。おお、いっそう。ちょっと、きれいに。はい、今日我々はお皿を忘れたので、これで、昼の鍋焼き、うどんのやつです。あんちゃん、あんちゃん、ダメよ。ほんで、こうやってやって、いいよ、先食べて。まあ、交代でしか食べられない。いや、美味しそう。どう？うん、うん、うまい。マジか。うん、じゃあ、俺も食べるわ。うまっ。この蓋に入れられるんだよ。そうそう、崩しちゃえば。バタバタして。うん、崩しちゃえば。崩していいよ。崩したいんでしょ。あ、まあ崩さなくてもいいけどさ。まあいい、はい、進める。自分でじゃあ。崩せばいいじゃん。
うん、おいしい。フライご飯。よし。ねこれ絶対危ないからやめよう。まだ。わ、2枚。そう、多分2枚になっちゃう。うん、うん。これはちょっと、本当マジでやめたい。いや、これは大正解。うまい。あ、これいいね。冬にもいいや。危ないから。うん、うん、うん。シンプルだけど。あんちゃん。危ない。どいてください。こら。ちょちょちょ、ダメダメ。うん。うおうお、あっち。そりゃ暑いな。バタ、バターご飯とか大好き。めちゃめちゃうまくいったよ。ほんと？うん。うん。うん。そのほうない？バターが効いてる。うん。見せないの？パッケージ的な、うん。ノンアルコール。本日2本目。ノンアルコールでいいんでしょ？え？ノンアルコールでいいんでしょ？今日はね、だって。いや、っていうか、別に満足度。あ、やっぱり嫌なの？やっぱりノンアルコールよりもアルコールがいいんだ。普通のアルコールの方が美味しい。あっさ、うん、でもまださ雨降ってこないじゃない。うん、本当に降るんですか。ちょっともう一回見よう。じゃあ9時ぐらいだってたよ。いや分かんない、どんどんずれてるじゃん。まあ来ないことは絶対ないか。うん、雨が。昼食べたでしょ。昼食べすぎた。昼食べすぎた。お菓子も食べた。昼食べて、お菓子食べて、お菓子も食ったかな。そう、夜が早い。